月刊ぷっくり大賞。どうも皆さん、お久しぶりです。今月もですね、たくさんの投稿いただきました。ありがとうございます。ネクストグッジョブグッジョブ、ネクストグッジョブグッジョブ、こういう振りです。ネクストグッジョブグッジョブ、あるの 今出たから今降りてきた。ネクストグッジョブグッジョブ、みんなも真似してくださいね。剛さんは慎吾さんと五郎さんの雑誌とか、あとネット記事とか、そういうのとご有名になりますか？見ないね。見ないですか？うん、全く。うん、そんな剛さんに、はい、ちょっと今日どんな記事を書いてるかっていうことを。僕に記事を書くときなんかある？いや剛さんのことを語ってたよ。あ、そうなの。慎吾ちゃんのインタビューですね、これね。発足当時、はい、新しい地図はグループ名ではないと明言されていました、はい、改めてグループとは違うなと感じる場面はありますか？あ、これはこの雑誌の方が言う質問ですね、これ。そうですね。慎吾ちゃん、はい、アンサー。ファンミーティングの時にはちょっとグループ感はありますけど、それ以外はグループとの違いを感じますね。7人は一緒にやってるけど月に1回だし、それって結構少なくて、草薙さんとはラジオで定期的に会ってるけど、稲垣さんとは本当に会わない。それでも一緒に歌うとやっぱり楽しいなって。グループの違いで言うと、ライバル視とまではいかないけど、2人がいい仕事をしていると、てん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 。おお、こんなようなことっていうふうに、まあお二人のことを結構語ってたりするんですよ。はい。このてん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 ってなってる、ああ、はいはいはい、赤いところ、はい、これをですね、うん、なんて言ってるかをちょっと当ててもらいたいなっていうクイズ形式です。てんてんてんとかてん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 って感じるようになったかも。ゴロさんと俺を見てシンゴちゃんがどう思ってるかってとか、はい、2人がいい仕事をしていると、僕もやっぱり最後まで頑張るとか、そして最後まで諦めないようにしようって感じるようになったかもみたいなさ、そういう前向きな、お、うん、そんな感じじゃないですか。2人の頑張ってる姿を見て、自分も大変なことがあったとしても2人のように頑張るよっていう、そんないいようなコメントなんじゃない？ああ、なるほど、うん、まあ、言葉とは実は違いますが、うん、まあ、でもおっしゃってることはほぼほぼ一緒なんで、ちょっと答えをちょっと見ていただいて。グループの違いで言うと、ライバル視とまではいかないけど、2人がいい仕事をしていると、ここからか、はい、2人がいい仕事をしていると羨ましいなとか、自分もちょっとやってみたいなって感じるようになったかも。だから今はグループじゃないんだって。おお、あ、そうなんだ。まあまあまあ、そうだね。こんないいこと言ってくれてるの、ありがとうございます。剛さんはどう思われますか？え？じゃなくて、あ、2人を見てってこと、はい、2人を見て、やっぱ刺激にはなりますよ。しんごちゃんのブラックラビッツとか、まあ、五郎さんの舞台も、うん、感激して、まあ単純にやっぱ頑張ろうっていうか、やっぱ同じこういう世界に飛び込んで、すごい長い時間共にしてる2人がそのステージで輝いてるってさ、それをこう近くで見てきて、それでまた観客席から見て、なんかいい話だね、こういう話ね。なんか眠くなってきちゃったよ。いや、とりあえず、だから単純に言うと、あ、頑張ろうって、うん、そんな風に思います、うん。それでは皆さんの投稿をチェックしていきましょう。お、雪？雪降ってた。かわいいですね。夢中になって雪に頭突っ込んだらこうなったね。え、かわいいね、このワンちゃん、絶妙だね。うん、これはいいな。あ、この方、あ、なんかいいね。お母さん、チョコの大ファンだって。消灯時間だからね、DVD くれないっつって。
程度のね認知症だけど新しい地図のことは絶対に忘れない人もさ、これはポイント高いですね。ちゃんと僕のドラマを見てくださってる。うん、これ運転だ。新しい家族オート三輪が増えました。これ三輪、カーのような、なんかあるじゃん、タイにね、トゥクトゥクみたいな、トゥクトゥクです、ね、あ、トゥクトゥクか、はい、おしゃれだね、はい、なんか乗りたくなるね、はい、すごい、ゴロさんのかな、おー、なんか、サンソン君、ねえ、切り絵、やりますね、コロチ、いいっすね、またこういう創作してるしもちゃんの、これ何、すごいね、すごいね、こんないろんなものを集めて、すごいね、すごいですねこれ、本当ね、すごいアート作品だ。よし、決まった。決まりました。いいですか、はい、今月のぷっくり大賞はでももえのもさんに決定しました。おめでとう。ね、やっぱね、罠の戦争もう放送中だったんで、こんな一生懸命見てくれてるから、これは私のね、気持ちで、やっぱ嬉しいもんですよね。嬉しい、この DVD っていうのがね、ちゃんとこの今このご時世において録画していた、行ってこうディスクにね収めてくれるなんて、役者冥利に尽きる次第でございます。ありがとうございます。ということで、今月のぷっくり大賞は私草薙剛がお送りしました。そんじゃ皆さん、健康に気をつけて、またねー、バイバーイ。